日本語虎の巻、虎の巻牧子です。クリスマスシーズンに入りましたね。皆さんのお休みはいつからいつまでですか？私の生徒さんは国によって様々なんですけど、アメリカではもう12月の15日ぐらいから学校がお休みとか多いですよね。1月1日か2日ぐらいまでがお休みとかで、オーストラリアは夏なので夏休みになるわけですけど、12月の半ばから1月の終わりまでがセメスターブレイクらしいですよ。羨ましいです。羨ま、はい、ここでまた最近のスラングですね。羨ましいを短くして羨まって言ってます。私は夏が好きなので、本当オーストラリアの12月1月はマジで羨まです。日本ではクリスマスはお休みじゃないので、普通にみんな会社に行きます。学校にも行きます。でも会社のお休みはだいたい12月の28日くらいから1月5日ぐらいまでが多いですかね。でも学生は、だいたい22日か23日で学校が冬休みに入るので、クリスマスはお休みだったりそうじゃなかったりすることもあります。学校によって違いますか。で、今回は、クリスマスについて話したいと思います。今回もまたクイズを出すよ。よく聞いててね。質問1、日本で人気のクリスマスチキンはどこのチキン？質問2、日本人がクリスマスに食べるデザートは？でもクリスマスってもう大人は特に何かするわけでもないですよね。皆さん何か特別なことをしますか？なんか街のイルミネーションとかがすごい綺麗なので、それをデートで見に行ったりで、ちょっと高いレストランで何か食べたりね。まあロマンチックといえばそうかもしれないけど、なんかクリスマスデートってちょっとつまんなくて、大学生の時彼氏ボーイフレンドがいたんですけど、クリスマスのデートどうするってなって、いや正直つまんないし面倒だなって思ってて、でアルバイトの仲間がみんなで唐揚げフライドチキンをね持ち込んでパーティーをやるって言ってたんで、もう私そっちにめちゃくちゃ行きたくて、で彼氏に嘘ついて、いやバイトがさクリスマスだから超忙しくて多分終わるのも遅いから、まあ、クリスマスはちょっとデート無理かなって断っちゃったんですよね。最低ですよね。マジ最低で、もちろん唐揚げパーティーに参加しましたよ。もうねそっちのがね断然楽しい、めちゃくちゃ楽しかったです。そんな最低なクリスマスエピソードです。皆さんも最低なクリスマスエピソードありますか？あったら教えてくださいね。でね、最近気づいたんですけど、日本のクリスマスって他の国とちょっと違うみたいですね。まずはチキン。チキンね、チキンはみんなの国でも食べるのかな。日本ではクリスマスといえばチキンみたいな感じでみんな食べるんだけど、ケンタッキーとかすごい人気なの。ケンタッキーフライドチキンで、クリスマススペシャルバージョンとかあってね、で買うのに予約とかして、でクリスマス当日にそれを取りに行くんだけど、もうとにかくすごい行列なの。大行列。私は買ったことないんだけど、もうすごい人気、ケンタッキーフライドチキン。あとこの前はクリスマスの日にたまたまドミノピザの前を通ったんだけど、ドミノピザもすごい行列だったの。もう駐車場に入るのに、その道路から車で渋滞がずっとできてるみたいな。でクリスマスにピザを食べる習慣は特にないんだけど、多分一応あの海外のキリスト教の文化だから、日本の食べ物じゃなくてアメリカとかのものを食べようっていう感じなのかな。それでみんな
ピザ屋さんにいたのかな。でもとにかくすごいもう大混雑、大行列でした。あとね、一番の大きな違い、クリスマスの、日本のクリスマスの違いはケーキで、一度アメリカ人の友達に、なんで日本人ってクリスマスにホワイトストロベリーケーキを食べるのって聞かれたことがあったので、最初えって一瞬意味が分かんなかったんですよ。でケーキって当たり前じゃないのって思って、そしたらアメリカでは食べないねって。で最近他の国の生徒にも聞いてみたけど、みんなケーキは食べないなって言ってました。これはね本当に驚きましたね。私はケーキ屋さんでアルバイトをしてたので、それこそ12月24日から25日はもう朝から晩までずっとホワイトストロベリーケーキを売ってました。ホールのね丸いやつで、ものすごいものすごい数のケーキを売ってました。でケーキ屋さんの廊下にもうぎっしりケーキの箱が山積みされてるんですよ。もう天井に近いところまで。でも24日と25日でそれが全部なくなっちゃうぐらい売れちゃうんですよね、ホワイトストロベリーケーキ。なので皆さんよかったらクリスマスケーキ日本って言葉で調べてみてください。日本のクリスマスケーキがめちゃくちゃたくさん出てくると思います。本当にこれがクリスマスの一番のメインのイベントって言えるぐらい、日本ではクリスマスといえばケーキです。あとね、プレゼント、これもね違うって気づいたんです。アメリカやオーストラリアの友達の家は大きなツリーの下にプレゼントがたくさん置いてあって、クリスマスの日にそれを開けるんですってね。で日本はちょっと違うんです。日本の子供たちはサンタさんが夜にソリに乗ってくるって信じてて、まず12月初めぐらいにサンタさんに手紙を書きます。でそれをお父さんやお母さんに渡します。でお父さんやお母さんが、じゃあサンタさんに送っとくねって言って、でお父さんやお母さんがその手紙をずっと持ってるんです。ごめんなさい、子供たちは手紙はサンタクロースに届いたものと信じてます。でクリスマスイブの夜にサンタクロースがやってきて、クリスマスの朝起きるとプレゼントが枕の横に置いてあるんです。結構素敵でしょ。私も子供の頃手紙書いてましたよ。でうちには煙突がないから、玄関からサンタさんが来るよって言われて、で私のベッドルームは2階だからね、階段のところに矢印とかつけて、2階へどうぞってこちらですって書いたりしてね。いや結局親が子供が寝た後に置いてるんですけどね。でもこれって親になってから分かったんですけど、まあまあ大変なんです。子供がだんだん大きくなると楽しみでなかなか夜寝てくれないんです。もう待ってる親の方が眠くなっちゃう。でやっと寝てくれたってなったら、そっと枕元にプレゼントを置くというね。だからもうクリスマスの後はもう眠くて疲れてた。で今年インスタグラム見たら、友達の息子はね、今年のクリスマスは夜の2時まで起きてたみたいですよ。サンタに会いたいから起きてるって言って、でもお母さんくったくた、かわいそうですよね。絶対先に寝落ちしちゃうしね。でうちはもう今はそのやり方はやめてしまいました。疲れるし。でもう大きくなってくると、子供たちも親がサンタさんって分かってて、で手紙に任天堂スイッチが欲しいとかね、 iPhone が欲しいとか、めちゃくちゃなリクエスト書いてくるんですよ。もう無理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 、 iPhone ってね、もうこっちが欲しいよね。別の友達の子供たちは高校生なんだけど、クリスマスにギターが欲しいって言われたって2人から。しかも
しかもどっちも5万円以上するやつをリクエストしてきて、もうね、中高生のクリスマスのリクエストえぐいです。で、うちは中学生になったらもう中学生にはもうサンタは来ませんって宣言して、Amazon とかね、 LINE のプリペイドカードを買って、それをサプライズギフトにしてます。で、今年は先になんか Apple の AirTag が欲しいって言われてたので、それと Amazon のギフトカードにしました。はじめ、AirTag って何って思いながら、あ、はいはいはい、買っておくねって答えちゃったんだけど、なんか文房具とかね、ステーショナリーとか買う感覚で、はいはいはいって。で、調べたら、まあ結構なお値段するじゃないですか。しかも4個セットねってリクエストされてたから、4つもあると高いなって。もう一回言いますけど、本当中高生のクリスマスリクエストえぐいです。そういう時だけね、子供に戻ってサンタさんにこれもらうんだみたいなね、そういう言い方するんですよ。本当にやつらはね、賢いですね。で、皆さんはどんなクリスマスを過ごしましたか？プレゼントはもらえましたか？ボーイフレンドやガールフレンドがこっそり友達とフライドチキンパーティーとかに行ってないですか？ウケるよね、行ってたら。さあ、質問の答え分かりましたか？今回は2つだけですよ。もう一回言いますね。質問1、日本で人気のクリスマスチキンはどこのチキン？質問2、日本人がクリスマスに食べるデザートは？で、このクイズなんですが、私のウェブサイトに行くと、このエピソードのスクリプトのページがあるので、そこにクイズへのリンクが貼ってあります。 Google のクイズです。で、一応ツイッターの方にもリンクを貼っておきますので、ぜひアクセスして回答してみてください。で、インスタからはリンクで飛べないので、答えの写真を載せておきますね。ぜひインスタ、ツイッターのフォローもお願いします。では皆さん、良いクリスマスホリデーをお過ごしください。また次回、さようなら。